東京都目黒区駒場。ここに工学を中心とした大学附属の研究所としては日本最大級の研究所があります。東京大学生産技術研究所、教授、准教授、講師それぞれが主催する研究室の総数は110を超え、大学院生を含む国内外から集まった1000名以上の研究者たちが基礎から応用まで明日の暮らしを開くさまざまな研究を行っている知の拠点。キャンパスは豊富な緑に恵まれた環境にあり、一般の人々にも開放され、自由で静謐な雰囲気が漂います。また柏地区キャンパスでは大規模実験高度解析推進基盤を中心に、大規模設備や広大なフィールドを生かした実践的な実験やシミュレーションを進めています。さらに柏通キャンパスでは駒場キャンパスと連携する価値創造デザイン推進基盤を整備。デザイナーと研究者との密接なコラボレーションにより未来を具現化するプロジェクトを展開しています。1949年に西千葉の地に設置されて以来、本研究所は工学に関わる基礎研究により知を深めるとともに、応用研究を通して産業のイノベーションに貢献してきました。生産技術研究所が対象とする領域は、量子レベルのミクロな世界から人の感覚や行動に即したヒューマンスケール、社会の基盤となる都市や地域、そして地球、宇宙レベルのマクロスケールまで広範にカバーしており、工学のほぼ全ての分野を横断しています。各研究室は5つの部門のいずれかに所属し、それぞれ複数の研究テーマを持っています。部門内で複数の研究室が共同でプロジェクトを立ち上げたり、さらに共通の目標を掲げていくつかの研究室が部門を超えて連携することで研究センターを設立することもあります。異なる専門性を持つ研究者同士が部門や分野の垣根を越えて自由に融合し、互いに刺激し合うことによって工学の実践力を研鑽しています。コロナ禍により私たちの生活は一変し、現代の科学や技術だけでは強力なウイルスに太刀打ちできないことを痛感しました。同時にテレワークやリモート講義などを通じてデジタルトランスフォーメーションの重要性や将来性を身近に感じるようになりました。技術だけでは解決できない問題はあるものの、複雑化、多様化し続ける現代社会の問題を解決するために工学に期待される役割はますます大きくなってきています。東京大学生産技術研究所は設立当初から工学としての学術研究の意義は社会実装の実現にあると強く意識してきました。専門の研究を極めるとともに異なる分野の人たちと連携協力し、新たな学術分野を生み出し、実社会の課題を解決する新しい技術や研究成果を世の中に送り出してきました。また、国内最大級の規模の大学の淵研究所として、産業界や実社会で技術開発に携わる人材の育成も本所の使命としてきました。この精神と使命感は、今も脈々と受け継がれ、産学連携を進める研究組織のトップランナーとして、工学に関わる諸問題に真正面から取り組んでいます。このような実績と積極的な取り組み姿勢が、政権の名とともに広く認識されるよう、
今後も私たちは大学の研究所として学術的成果を追求しつつ、革新を通じて新たな価値の創造に貢献し続けます。これからも研究成果の実社会の実装を見据えて、人文科学と工学を統合する学際的なアプローチを追求する新しい政権スタイルを作り上げていきます。基礎系部門では、固体や流体の性質や力学特性を評価しモデル化するという工学・理学の基礎となる研究を行っています。直径10マイクロメートルの液滴を高速で連続射出し、その運動を制御したり停止させる技術、さらに異なる種類の液滴を混ぜてマイクロカプセルを作成する技術の開発に成功しています。燃料電池自動車の普及に不可欠な超高圧水素容器を炭素繊維を巻きつけた強化プラスチックで製造。破裂強度の実験を繰り返して最適な設計の研究を行っています。グラフェンなど究極まで薄くした単原子層を扱う技術、ファンデルワールス力でいろいろな種類の原子層を自由自在に積み重ね、これまでにない特性を持つナノ複合材料を設計することができるのです。人々が豊かで安全に暮らせる建築物と都市の実現を目指して、それらの性能やレジリエンス向上を実現するための解決策を提案すべく研究活動を展開しています。機械・生態系部門では、機械工学や精密工学、海洋工学にわたる広い分野の知識をベースに、新しい機械や装置、システムの開発研究を行っています。機能性のある形状を素早く正確に造形できる3次元プリンティングの技術、プラスチックやゴム、金属など幅広い複合材料に応用でき、新しい部品を自由に製造できる射出成形の研究を行っています。人類の生活は地球表面のおよそ 70% を占める海と深く関わっています。海洋資源を持続的に利用していくために、センシング、プラットフォーム、シミュレーションという分野を統合した新しい海中観測実装工学で海が持つ機能の本質を知り、そのポテンシャルとリスクを計測・評価しています。情報・エレクトロニクス系部門は、エネルギーや制御、デバイス、物性、情報や通信の各分野において豊かな未来情報化社会の実現に向けた貢献を図っています。今後、さまざまな分野で必要とされるバーチャルリアリティによる遠隔ロボット技術の開発、ロボット技術とセンサーを統合したシステムで重要な文化財のデジタルアーカイブも手掛けています。ソーシャルメディアは今や最も重要な情報源の一つとなっており、人々の活動に関する大量のデータが蓄積されています。この膨大なサイバー空間から必要な情報を効率よく抽出し可視化する技術などを開発しています。発生が進む受精卵の 3D 動画から細胞核の位置を同定し、空間的な動きや分裂をアルゴリズムで追跡、発生の系譜を統計解析することで生命の原理にアプローチしています。物質・環境系部門では、有機・無機化合物や金属材料などを対象とした物質工学や環境科学の研究を行っています。脳や神経内で適切にタンパク質が合成される機構を分子や遺伝子レベルで解析したり、神経組織をマイクロデバイスを用いて人工的に構築することによって
脳の発達を理解して疾患を克服することを目指しています。ガラスを作る研究では伝統的な製法を継承しつつ、従来の方法では結晶化してしまう材料も試料を浮かせたまま溶かすことができる装置を開発。ガラスを作成するための新しい技術を日々生み出しています。放射性セシウムイオンの吸着剤プルシアンブルーを多分野にわたるいくつかの研究室が融合して布に固定化する技術を開発。低コストで簡便に作成でき、専門家でなくても容易に扱えるため、放射性セシウムイオンの除去に活用されています。人間・社会系部門では、人々の社会生活を支える建築物から社会基盤施設、都市・地域・地球環境に至る幅広いスケールの研究に取り組んでいます。世界の水問題を解決するために、地球規模での水循環をシミュレーションし、気候変動や水の需給を観測・調査、洪水の予測や水資源の管理など、安全で持続可能な社会の構築を目指しています。最先端の建築構造システムを開発する研究も行っています。先進的な軽量立体構造であるテンセグリティ構造を世界に先駆けて実用化する方法を開発し、実大建築物を建設して実例を示しています。災害による被害を最小化し、人命を守ることに貢献できる人材を養成するために、災害対策の理論と技術を踏まえながら知識やスキルを身につけ、災害対応を現場でマネジメントできるようになるトレーニングを積極的に実施しています。生産技術研究所では、戦略的に重要と考えられるプロジェクト研究について研究センターを設置しており、分野の異なる複数の研究室が柔軟に連携しています。マイクロナノメカトロニクスの探究では、超音波の微弱な力で空間を飛び回る極小の発光体や、ジェスチャーによって制御する自由空間光通信、薬を固めて作成した直径50マイクロメートル未満の針を皮膚に貼って吸収させるマイクロニードルなど、先端科学をリードしています。車両や船舶、翼などに起こる水や空気の流れを最先端のスーパーコンピューターを用いたシミュレーションによって高い精度で予測する研究も行われています。光と物質の相互作用をナノレベルで探求する研究センターでは、テラヘルツ電磁波に応答するナノ構造の素子を作成したり、光の明暗をフォトポリマーの分子の分布に焼き付けたホログラム、ナノ粒子の光触媒を使って光エネルギーを変換し、太陽電池や水素の生成に応用する技術など、新分野の開拓に取り組んでいます。科学技術コミュニケーションの手法を用いて、社会や市民とのこれまでにない接点を生み出し、工学を開く。特定の課題にセンシティブな集団の調査や、社会課題が顕在化しやすい地域の調査を通じて、未知なる課題を抽出します。生産技術研究所は、工学と産業を結びつける産学の連携に積極的です。産業界、さらに国や自治体とも連携し、研究成果を社会へ還元しています。 ITS 技術の社会実装を目指して、交通、車両、情報などの工学分野を融合し、産、官、学による社会制度も対象とした研究体制を構築。ビッグデータ時代における総合的なモビリティ社会をデザインする研究を進めています。柏では、
駅と大学間の公道で自動運転バスによる営業運行を行う実証実験へ参画。安全で便利な移動サービスの実現を目指しています。東北の被災地では全方位カメラやレーザーセンサーなどを備えたセンシング車両で構造物の位置や形状データを計測、東北の復興プロジェクトに取り組んでいます。日米の航空機メーカーを中心に設立したコンソーシアムでは航空機の機体製造技術の研究開発を行っており、炭素繊維複合材やチタン合金の切削技術などで成果が上がっています。敷地内に建てられたコマハウスでは住居に関わるさまざまな企業が研究のプラットフォームとして施設を利用し、日々実験を繰り返しています。工学の最先端分野だからこそ卓越したものづくり基盤のもとに、美的感覚を融合しスポーツ分野へのアプローチなど、デザインに基づいた新しい価値の創造を目指しています。次世代育成オフィス ONG では産業界と連携し、最先端科学技術を初等・中等教育へ導入することで次世代の研究者・技術者の育成を目指しています。大学院生とか東大の人の講義を受け入れたのは貴重な体験だから、車輪のその形状とか傾きとかを体感することができて、裏側とか普段働いている方々の細かいところまで飛行機への理解が深まってよかったです。いい経験になったと思います。今後生かしていきたいです。外国人研究者も多数在籍する本研究所では、海外のさまざまな機関と共同研究や学術交流を行っており、多くの国際交流協定を結んでいます。フランス国立科学研究センターとの国際共同研究組織リムスでは、ナノテクノロジー新分野の開拓、バイオ応用マイクロシステムや先端的集積化マイクロシステムの研究を行っています。ニューヨークオフィスはアメリカの大学や企業などとの共同研究の促進や国際シンポジウムの開催を行っています。東京大学生産技術研究所は工学分野における世界のトップインスティチュートとして、実践地を社会とともに作り上げていくダイナミックかつ知的刺激に満ちた研究所であり続けます。